はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、KCH さんとの対戦見ていきたいと思うんですが、ちょっとね今日も喉の調子がまあ悪くて途中ごほーってなったらね、ほんと申し訳ない、すでになりそうなね感じがしているんですけども、で攻めをね見てほしいのは、今日はタウンホール11で、ね、2つのねこう攻め方を比較して見てもらいたいなというふうに思います。でどちらもね、食い火を使った戦術なんですけども、前回とまあそうでない攻め方でどこがねどう違ったのかなっていう点をね、皆さんにこう見てもらえたらと思ってます。でまず最初はね、チャムさんが攻めてくれた、攻撃ですね。でこちらもね、戦術的には前ちょっと動画で挙げた、食い火ライドラーですね。でレイジ多めの積み方っていう感じのなんですが、これ食い火がね速攻でここやられちゃったんですよね。で意図はまあよくわかりますよね。この、相手の防衛援軍がここにあって、でアチャクイとババキンがいるんでね、こっちから食い火を入れていけば、まあ相手の、ね、怖いユニットを一掃できるというふうに考えて、ここから食い火を、ね、思い切って突撃させていったんだと思うんですけども、まあ、結果的にはちょっと、ね、こう残念ながらね、その意図が決まらずに、食い火が序盤でこう倒れてね、かなりのコストをロストしちゃったというところですね。で、まあ、対空砲も割とね、このなんていうのかな、区画でいうと、右側っていうのかな、この辺にこう固まって、こういうところね、固まってましたんで、こういうところにね、まあ、食い火で、怖い施設をね、どんどんこう折っていけるっていう意味では、まあ、この戦術で行くんだったら、この食い火のね、返し場所っていうのは、まあ、よくわかるんですけども、なかなかね、高火力帯を乗り越えようと思うと、まあ、食い火だけでは、ちょっと、なんだ、パワー不足というか、でね、最後、まあ、残念ながら星1で終わってしまったというところですね。まあ、最後ね、ここ一応、アーチャーがいたんですけども、スケルトンにこうやられてね、これですね、残念ながら星1で終わったというところです。で、まあ、食い火ってね、やっぱりこういうリスクがあるんで、じゃあどう使っていればいいんだろうっていう話をちょっと今日はしたいんですが、皆さん結構ね、高火力帯を食い火で乗り切りたくなるってよくあると思うんですよね。ただ私ね、実はそれあんまりおすすめはしていなくて、まあ当然ながらね、リスク持っていくっていうのは悪くはないと思うんですよ。悪くはないんですけども、このライジングさんのね、攻め方で使った食い火、これちょっとね、参考に、すいません。見てね、ごめんなさい。参考にこう見てもらえたらというふうに思うんですが、今、ガゴでカットをしてますけども、食い火をね、これから、こう流していきます。イーグル砲にこう向けていくんですよね。で、こういうね、食い火の使い方をしていく上で、防衛施設からね、撃たれる数っていうのをね、よく見てほしいんですよ。今これ2個こう撃たれてましたよね。今この場では1個からしか撃たれてませんね。で、この辺って、そんなにいっぱいね、防衛施設が密集しているわけではないっていうのが分かりますかね。どうでしょうね。パッと見てですけども。大砲とかアチャー塔とかが密集してないですよね。クロスボウなんかも。なんで、まあちょっと今エアスイーパーが怖いですけど、こういうふうにしっかりね、レイジをかけていけば、アーチャークイーンがやられずにね、奥までこう入っていけるルートになっていると思うんですよね。でもここはちょっとご愛嬌のシバーレイジですね。これは別に何の意図も多分なかったと思います。ミスタップってやつだと思うんですけども。まあ、それすいません。今日ダメですね。ちょっと動画は別の日にしたかったんですが、リプレイがね、消えちゃうなと思ったんで、今無理やり撮ってまして、ごめんなさい。で、今、ボマーをね、出していって、やっぱりその、九時方面ですよね。この辺に防衛施設が結構固まってたんでね、そういうのも壊していけば、食い火がなおさら延命するだろうという意図がよくわかりますよね。で、ボマーがね、対空砲この辺ないんで、ガンガンに生きて壊れて、施設を壊してくれてますね。このボマンの仕事を見ただけでも相当このクーヒーパートを成功しているのが分かるんじゃないかなと思います。で、あとは残ったこの施設、縦にこうずらーっとね、一本芯が通ったような感じになってますね。こういう風にずらーっと、ここですね、ずらーっとこういう風にね、で、ここをディガーで一気にこう回していくっていう感じです。で、グランドウォーデンを後ろにつけて、ディガーのね、体力をこう底上げを図っていますね。
でヒーリングもまあ3発ありますんで、これはまだまだディガーが伸びるぞっていうのがここまで見ても分かると思うんですが、クイヒーもねこの後しっかりと、ここですね、壁の中に入ってねディガーのルートをこう狭めながら、援護をしてくれてますね。これは狙ったのかたまたまだったのか、多分たまたまだったんじゃないかと思うんですけども、この辺はまあ別にどこにクイヒーが流れてもいいですよね。あのディガーのルートを限定してくれるっていう意味ではかなりねどこに入ってくれても役に立つので、で最終的にはヒーリングをね1個残した状態でもう全開ですね。これはまあお見事です。途中シバレージもやってることを考えると、まあ、これだけのねヒーラーを残しヒーリングの呪文とあとはユニットの数残しながらね全開できるっていうのは、まあ、このプランのねすごいなんていうのかなアドバンテージが光った部分かなというふうに思います。で、まあ最後まとめるとクイヒー使う場合にはねなるべく私、まあ、私個人の意見としては火力の高いところには行かせない方がいいですね。こういうところ突破できれば後がすごい楽なんですけど、できないともう 初期の段階でプランが崩れちゃいますんでね、まあ、それをするよりはこういうね施設 のダメージがそんなにまあ密集しなさそうなところっていうのを通していくっていうのがまあベターかなと思っていて、まあ、今みたいにね、ロックボーマーなんかを使ってこういう横を、ね、流しながら援護していくなんてこともすればかなり食い火の長生きにつながりますんでね、まあ、こういう技術は参考にしてほしいと思うのと、もう一個イーグル島ですね、これをなるべく早めに潰せる、まあ、そういうプランニングっていうのが全開を取る上ではダンホール11以上の場合ね結構重要になってくるんで、まあ、この辺っていうのもね今回のライジングさんのアタックからちょっと学んでもらえたらなといいかなっていうふうに思うところです。はい、というところでね、本日の動画は少しまあ短めではありますが、この辺りで失礼したいというふうに思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。